この県民集会はアメリカ軍兵士による性的暴行事件の発覚後も政府から県に連絡がなかったことなどに抗議しようと、オール沖縄会議と普天間嘉手納爆音訴訟団の3つの団体が開いたもので、主催者発表で2500人が参加しました。相次ぐ米軍関係の犯罪の発覚報道に真と怒りに燃える日々です。集会には玉城知事も登壇し、普天間基地の名護市辺野古への移設工事が進んでいる現状に対して次のように訴えました。おっしゃるんですが、何ですか。我々が抗う手段を取り上げられたわけではありません。我々は決して諦めないということを強く主張していきましょう。人は平等だって言うんですけど、人権も平等だって言うんですけど、沖縄は違うんじゃないかなって。とにかくおかしいよね。なんで正しいことが通らんの沖縄は。その他、集会アピールでは普天間飛行場の閉鎖返還やオスプレイの飛行停止が採択されました。